おはようございます。今回は奈良市にあるカフェレストランオランダ屋奈良店からお届けします。はい、めちゃくちゃおしゃれですよね。おしゃれですね。緑がたくさんで、しかもですね、はい、このお店奈良クラブのホームスタジアム、うん、ロートフィールド奈良の目の前ね。すごいよね。ここから見てて、あ、行きたいなって思う人がいるかもしれないから、うん、ね、なんか盛り上がってるなと思って。そうそうそう、いいねこれね。そうなんですよ。羨ましい。なので試合観戦の前後にもおすすめですし、うん、はい、あの奈良クラブの選手も通われているそうです。あ、そうなの、はい、うわ、いいわ。パン食べ放題ですよ。食べ放題、はい、ここモーニングとランチタイムは一からお店で焼いたパンを食べ放題なんですよ。来上がりました。うまそう。たくさんありますね。食べ放題ってことはもう何でも食べていいやん。そうなんですよ。せっかくなんで大久保さんもお好きなパン選んでください。今いいの？はい。うわ、迷うな。でも食べ放題やもんね。何でも食べていいもんね。マスカットデニッシュ。うわ、マスカットうまそう。私マスカットデニッシュ。やっぱ女子やもんね、マスカットは。マスカットって聞くとやっぱり食べたくなりますね。季節のものですしね。今回のキックオフ関西はいよいよクライマックスの J1 リーグ。熾烈な戦いが続く優勝争いの行方は？そして関ジャレシーズン2がスタート。日本代表 OB たちが挑戦。大久保さん、はい、今週水曜日に嬉しいニュースありましたね。来ましたね。来ました。ようやくね、はい、10月13日と17日の親善試合に挑む日本代表メンバーが今週発表され、セレッソ大阪の毎熊聖也選手とタイムサバイバル最多出演ヴィッセル神戸のゴールキーパー前川大也選手が選ばれました。毎回については今 J リーグで首位を走ってるチームでゴールマウスを守るという非常にいいプレーをしていると思いますし、2021年3月以来の選出となった前川選手からメッセージが。1回目招集されて感じたことは、やっぱそこで試合に出続けるだったり選ばれ続けるっていうのがどんなに大変かっていうのをすごく身をもって知りましたし、まあ日々のその頑張りとか努力もそうなんですけど、一番はやっぱ家族であったり、それを応援してくれたスタッフやファン、その方々のおかげで日本代表に選ばれたと思っているので、すごくそこに感謝したいと思います。ヴィッセル神戸の前川選手選ばれましたね。嬉しいですね、はい、ほぼレギュラーだからね。そうなんですよ。なんかちょっと なんて言うんだろうね、まあ親の気持ちというか、なんかそんな感じで嬉しく思うよね。そうなんですよね。毎週出てもらって顔も見ているので、ね、これでもう出ないとか言わないでほしいよね。今年になってずっと出続けてすごく安定してる。で神戸もやっぱ前川選手のおかげで勝てた試合が多いので、うん、本当に成長してるし、今後が楽しみだなと思いますね、はい、で俺思ったんだけど、前川選手のお父さんと森保さんで一緒にやってんじゃない？実は前川選手のお父さんはサンフレッチェ広島、日本代表でも活躍したゴールキーパー前川和也さん。だからその前川選手がちっちゃい時とか会ったりしてんじゃないかな。あ、森保監督と。なるほど。そう、絶対家族でご飯とか行ったりするから、はい、なんかそれを考えるとなんかすごいなって。なんかまたそこにもストーリーがありますよね。そして前回に続き、はい、セレッソの前熊選手も選ばれましたね、うん、そうですね。続けて選ばれるっていうのが本当に大事で、今回どうなるかなと思ってましたけど、やっぱ前回の招集されてアシストもしましたし、やっぱ、まあ、活躍もしてるので、森保監督は今後すごい期待してるんだなっていうのは今回分かりましたね。おっ、ありがとうございます。でかいね。エビフライ。大久保さんには大きなエビフライにハンバーグ、そしてミニグラタンがセットになった一番人気のごちそうランチ。なんか大人のお子様ランチみたいですね。いや本当に。カイトアナウンサーにはトーストにウィンナーソーセージ、サラダ、日替わりミニスープがついたリッチモーニングセット。これどう？ん？ん？私。うまっ！美味しいですか？プリプリ。ねえー。
すごいわ。美味しそう。これは美味しい。で、パン。パン。で、パン。豪華ですね。うまっ。私、こんなトーストもついてますよ。分厚いよね。そうなんですよ。美味しい。美味しい。大久保さん、そろそろ次行っていいですか？どうぞ。ゲームハイライトタイムサバイバルとは、直近の試合結果でハイライト時間と PR タイムを奪い合うコーナー。 J1 の持ち時間はトータル5分。関西を拠点とする J14 クラブの選手によるプレー解説を加えお送りする熾烈な時間の争奪戦。J1 リーグはいよいよクライマックスを迎え、各クラブラストスパート。リーグを制し王者に輝くのは一体どのクラブなのか。まずはガンバ大阪、なかなか結果も出ないチーム。奮闘したのは守護神東口選手でした。アウェーのガンバ大阪はゴールキーパー東口選手がビッグセーブを連発。こう自分の考えてる範囲内で打たれてるし、セーブもすごいしやすい感じにはありましたね。まあ、あれを長い時間続けていかないといけないなっていうのは次の課題ではあると思います。しかし我慢しきれなかったガンバ、これで公式戦7試合勝ちがありません。10月21日名古屋戦でマグロの解体ショーを行います。スタジアムに詰めに来てください。続いては2連敗中のセレッソ大阪、持ち時間は1分です。悪い流れを変えるべく起用されたのが奥野博明選手。不思議だ。無得点が続いていたチームの中、積極的にゴール前へ飛び込みます。まあ、クロス上げるにしてもこう中の枚数っていうのが少ない場面も多かったですし、両ウィングのところが高度のチームも決してきているなとは最近思います。サイドがダメなら中央で、しかし前を向かせてくれません。結構マンツーマン気味でボールの引き出し方であったりとか改善できる部分があったのかなと思いますし。すると後半34分、逆にセットプレーを湘南に決められ痛恨の3連敗。正念場を迎えています。 PR タイムは10秒です。大阪梅田駅に設置されている 3D ディップビジョンでセレッソ大阪のプロモーション映像が放映されています。梅田方面に立ち寄りの皆さん、ぜひチェックしてみてください。ローストビーフ前に乗ってるんですね。お、豪華。安いよね。安い。めっちゃ美味しい。お前は。ゲームハイライトタイムサバイバル。2位は京都サンガ FC で、持ち時間は1分30秒です。雨の中行われたアウェーでの鳥栖戦。試合は1点を先制された前半。原選手の強烈なゴールで同点に。左足も得意なのでうまくいいところに運べて、まあ、いいところに打てたかなと思います。京都に慣れてきたというのもありますし、まあ、コンディションもヨーロッパから帰ってきてやっと上がってきてると思うんで、まあ、もっとゴールしてチームを勝たせるゴールをまた取りたいなと思います。さらに原選手のクロスから豊川選手のゴールが生まれ、勝ち越しに成功します。まあ、そういう明るいキャラなので、まあ、そういうゴールパフォーマンスはチームを盛り上げてくれると思いますし、はい、踊ってんなって感じで見てましたね。しかし試合終了間際に退場者を出した京都、立て続けに2失点し痛い逆転負けです。PR タイムは15秒。10月のホーム2試合でキッズとユニプロジェクトを開催。小学生の皆さんは無料でご招待します。申し込みはホームページから、面白くて勝つ試合をします。応援よろしくお願いします。長いんだよね。まだか。長い。1位はヴィッセル神戸、リーグ戦2位横浜 F マリノスとの大一番を振り返ります。かなり大事。行くぞ！
白のユニフォーム神戸は今シーズン2度目となる F マリノスとの対戦。4月の第9節では一時ヴィッセルが2点リードするも、その後3失点、目の当たりにした前年王者の強さ。悔しさとやっぱリベンジに燃える思いが残るその試合になったので、本当に今回の試合はやっぱそのような思いっていうのはすごく感じてました。そして今節序盤は神戸のペース、相手ゴールに迫る中ペナルティーエリアでファールを受け、入った VAR の結果 PK を獲得。大迫選手が決めて先制します。さらに前半43分、コーナーキックに合わせたのは武藤選手。リードを広げるもよぎるのは、まあ、2点取った時に前の逆転された試合っていうのをフラッシュバックして、そこで後半も必死にスプリント。本当に前の試合があったからこそ全員が90分集中して足がつりながらも守れたっていうのは、本当に最後は気持ちでの戦いだったのかなと思います。リーグ初優勝に向けて大きな勝ち点3を積み上げました。10月21日のホームゲームは国立競技場で開催。題して国立神戸の魅力発信マッチ。先着4万名様に記念ユニフォーム T シャツをプレゼント。ちなみに国立後の観戦でおすすめするスポットは東京ディズニーランドです。世界中イッツアスモールワールド、イッツアスモールワールドです。イッツアスモールワールドがおすすめです。はい、まあ、ありきたりやけどね。もっといいスポットを言ってほしかったけどね。そうですね、あまり行ったことないとこよ、惜しかったけどね。確かに。大久保さん、気になるゴールはありましたか。いや、僕ね、豊川選手、はい、京都のヘディング、うん、身長が大きな選手だったら分かるんだけど、トヨみたいな低い選手が、これだってディフェンスの方がまあ有利ですよ。本当ですね、前に立ってるし、うんうん、ボールを見えてるので、これ上から叩けるってすごい。やっぱり本当にフォワードだなっていうゴールだし、こういうゴールをフォワードが取ってくれればチームはやっぱ盛り上がる、はい、そしてヴィッセルは横浜 F ・マリノスとの戦いに勝利しまして、うん、現在の順位表がご覧の通りですね。やっぱりここで勝ったっていうのはでかいね、これ。うーん、残り5節ですよ。この勢いのまま行きたいですよね。そうですよね。もう残り5試合だけど、5試合じゃなくても1試合、もう1試合と思って1試合1試合やるべきだ。で、焦らないと、はい、焦るとやっぱりうまくチームが回らなくなっていくので、うん、あれをね取ってますから、野球の方は、はい、こちらもあれを、こちらもあれを取ってほしいですね。取りましょう。J2 昇格を目指し、各クラブがしのぎを削る J3。 FC 大阪と奈良クラブのタイムサバイバル。まずは FC 大阪、 J2 昇格へ落としたくない試合。白のユニフォーム FC 大阪は先制を許しますが、前半22分、古川選手が PK をしっかり決め追いつきます。ここから何度となくさぬきゴールに襲いかかる攻撃陣。しかしネットを揺らすことはできず、2試合連続引き分けです。続いては奈良クラブ、上位浮上へアウェイで弾みをつけたい一戦です。青のユニフォーム奈良クラブは前半からシュートを打ち続けます。しかしボールは枠の外、先制点を奪うことができません。それでも後半、酒井選手のポストからもらった瞬間、サイドに俊君がいるの見えたんで、まあ、そこでサイドに打ってからもう一回ゴール前に自分が入っていって、僕自身もゴール決めれてなくてチームを勝たせれてなかったんで、まあ、自分のゴールで勝てたっていうのはやっぱすごい嬉しいです。10月14日福島戦フリーマーケット、10月28日愛媛戦ピッチで運動教室があります。ぜひホームに遊びに来てください。珍しいパターンだね。本当ですね、目の位置がだいぶ嬉しく、本当に J3 めちゃくちゃ楽しみで、順位表とかこうツイッターとか、あれ、何 X とかで出てくる、出てくるじゃん、はい、見ないようにしてる。あ、もうここに最初に見たくて、そう、どうなったかな、楽しみで。うわ、バドナーハングリアン、あら、奈良
クラブが6位、FC 大阪が5位。これね、まだね、残り9節あるから。そうですね。全然わからん。9節。関西チャレンジカップ、題して、カンチャレ第2弾。おはい、カンチャレが帰ってきました。よーい、スタート。カンチャレとは、関西6クラブの頂点を決めるチャレンジ企画のこと。第1弾はペナルティーエリアの外から3分以内でクロスバーに当てた回数を競いました。プライドをかけた真剣勝負が繰り広げられた結果、優勝したのは11回を記録したガンバ大阪が初代王者に輝きました。次なるチャレンジ企画は、今回はですね、ロングリフティングです。あー、難しいかもね。ちょっとこの企画っていうか、現役し退いた OB がやるっておかしくないですか、うん、まず基準をね、はい、まず挑戦するのは、正確なキックを武器にサンフレッチェ広島の司令塔として活躍した森崎浩二さん。そして同じくサンフレッチェ広島でプロになった和歌山県出身の駒野雄一さん。さらに番組にたびたび出演する準レギュラー、元日本代表の安田道博さん。番組 MC の大久保さんは、ただなんか大久保さん足が肉離れしちゃって、はい、できない結構すぐするの多いよ、だからできない。そうなんですよ。ルールはというと、2人1組でペアになり、ペナルティーエリアの両端からリフティングを何回できるかを競います。近い道、これ行ったらもう2回。しかし、これがなかなかの大苦戦。そこで、どうします、長い、遠そうに見えましたけど。遠い、遠い、遠いですか。ちょっと短くしましょう。変えましょうか。ゴールエリアのラインからペナルティエリアのライン、うん、あそこね、でどうでしょう。あ、全然違う。なら、そうしましょう。ちょっと今回いける、いける、ということで、距離を短くして森崎さんと安田さんが対決。駒野さんは2人とペアを組むことに。まずチャレンジするのは、どっちがいいですか。違いんかな。先行こうか。先、目標何回ですか。2往復したいね。2往復はしたい。どうだ、4回ってことだ。それすごいよ。2回2往復なら、そうですね、うん、この企画めちゃくちゃなんですよ7年も経ってる元選手やらせる企画じゃないんですよ。いや、関係ありますかね。だって俺9ヶ月のブラン感じてる。勝って来年広島にできる新スタジアムを PR したい森崎さん、先行逃げ切りを目指します。いきますよ、よーい、スタート。まずは森崎さんからスタート。安定したリフティングから駒野さんへ。どうだ。お、いや、うわー、いか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 い。名手駒野さんがまさかのトラップミス。記録は1回成功。東に出さないと、ね、難しくなる。もうラスト1回、今いけたわ。次で最後や、これラストよ。勝てる勝てる勝てる。早い、勝てるわこれ。いいですか。いいですよ、駒野、胸ね。後がない森崎駒野ペア、今度は駒野さんが丁寧なキック。ボールが大きくそれてしまい、足に当てるだけで精一杯。再び1回で終わってしまいました。ということで、合わせて合計2回ですね。いや、無理ですわ。どうでしたか。超むずいです。むずいです。やっぱ風がね、ちょっとこう遊びでやる感覚とね、うん、そうね、こうなったらちょっと緊張しましたか。プレッシャー感じました。感じる、ね、だいぶ。続いては番組レギュラーを目指す安田さんの挑戦。勝てばもちろん PR タイムを獲得できます。安田さん、意気込みは。絶対2回は抜けます。2回を1回のチャレンジで抜きます。準備よろしいでしょうか。 OK です。 OK です。いきますよ、よーい、スタート。このリフティングの音だよ、ね、しない。作戦はインサイドで高く蹴り上げるという安田さん。駒野さんのトラップは、よしよしよし、ナイス。駒今ボール難しかったよね。作戦通りにちょうど駒野さんのところへキックでしたが、駒野さんが再びトラップミス。
元日本代表でもなかなか難しいようです。上から落ちてくるのは難しい。今めっちゃいいもんやったね。いや多分難しかった。難しかった。上から落ちてくるから難しかった。あ、もう一回、もう一回。じゃあコマちゃん胸やん胸。カンチャレ第2弾はロングリフティング。森崎さんは合計2回成功で、これ道がもう止めれれば。そうですね、ほぼガチやん。対する安田さんは最後の挑戦で2回以上成功できれば勝利となります。果たして。いいよ、これミスったらいい。あ、オッケー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 。まずは1回成功。セーフセーフセーフ。なんとか体勢を整えてリターン。胸やで。そう、駒野さんも見事胸トラップで成功。ボールは再び安田さんへ。しかし低いって。いやでも胸やって。でもすごいよ。3回行ったんじゃん。そうそうそう、落ち着いて。見事2回までクリアした後の駒野さんのボールは低い弾道で距離もショート。そんなボールでも食らいついた安田さん、執念で1回を上乗せしました。今ので3回なので合計で4回です。よし、上がった。すごいすごい。慌てずに。いいんじゃない。はい、ということで結果はサンフレッチェ広島チームが2回、キックオフ関西チームが4回ということで、キックオフ関西チームの勝利です。分かった。残念。上手でしたね。いや難しかったし、高校の方が良かったですね。間違えました、先行。絶対高校の方がいいね、これ。俺も高校でラッキーと思ったもん。勝った安田さんに与えられた PR タイムは10秒です。5秒前、4、3、2、1。どうも皆さんこんにちは、安田美翔でございます。キックオフ関西毎週日曜朝6時からやってます。そして広島維新スタジアムエディオンピースウィング広島できますんで3万5000人収容です。はい、違う日曜日じゃないです。2万5000人は2万5000人。ということで泣きの1回。5秒前、4、3、2、1。エディオンピースウィングスタジアムは2万8500人で、キックオフ関西は土曜6時半から。おーおー、素晴らしい。これで広島も関西もありがたいです。どちらも PR も、そうですね、はい、これで広島の番組呼んでもらえるから。広島にも行きたい。他の地域もあるから全国全制覇。これやっぱり難しいんですか。難しい。でも現役選手って練習が終わってから結構ね、あのペナルティエリアとペナルティエリアから何回やれるかっていうのを遊びでやるんですよ。あ、そうなんですか。そうで、それができたらはい帰ろうっていう風なので、結構やって、セレッソも結構やってた。あ、そうなんですか。で、普通にうまかった。チームによってボールの蹴り方って変えてくるから。おー、なるほど。で、上に落として胸でとかのチームもあるだろうし、はい、ライナーのとこもあるだろうし、結構チームによってその上げ方が全然違う。多分変わってくると思う。だから豊川とか絶対できないから、絶対出せないから豊川出せないからいいと思う。だそれは俺は京都に行きたい。はい、それはそれで見てみたいですけど。見てみたいけどね。はい、ちなみになんですけど、大久保さん今日気づくところありませんか。ユニフォームがちょっと良くなったんです。良くなった。ユニフォームがちょっと新しくなって。ユニフォームが新しくなったんです。全然わからん。